どうも、ベタです。パーサー帰っていきたいと思います。はい、本日は、聖華第一高校でボランチ作っていきたいと思います。デッキの方は、栗林、峰、大戸、又来、哲太、飯。この6人でいきたいと思います。とりあえず今日は、前にあと4でいきたいと思います。まあ、しっかりとね、後指走ってくれれば、ワンチャン USS も見えてくるのかなと思いますので、やっていきたいと思います。で、アイテムの方は、パードルとマネキネコを持ち込んでおります。では、やっていきましょう。で、とりあえず、まあ、今回ね、ボランチ作っていくんですけども、一応、トップ下では自分一回 USS できてるんですよね、聖華第一高校で。なので、まあ、ボランチでも作りたいなと。まあ、聖華第一高校で、まあ、USS できてるのが2人。しかも両方ともトップ下。ボランチでもね、ワンチャン USS できますので、まあ、それをね、狙ってやっていきたいと思います。まあ、しっかりと USS 作っていきましょう。まあ、金徳ね、まあ、やるからには、まあ、金徳が成功してくれる、まあ、1個ぐらい、まあ、ラストパスとドリブル金、どちらか1つぐらいなら失敗してもいいのかな。それプラス、まあ、最後の、金徳のおみくじ、まあ、コーチのね、スペシャルトレーニングのところで、まあ、いい金徳が引けるか引けないかでだいぶ変わってきます。まあ、PK 職人とか、まあ、その辺、まあ、PK 職人、あとなんだろうな、ジャイアントキラーとか、まあ、その辺を引いてしまうと、正直きついです。まあ、それが引かなければ、まあ、ワンチャンいけるのかなと思います。で、いきなりパス来てますね。パスが来てくれておりますので、まあ、パス、しっかりと渡来を踏んでいきたいと思います。渡来コーチ。まあ、とりあえず渡来、あ、コーチですね。コーチ練習を行こうと行きましょう。はい、OK。いいですね。いい感じです。さあ。さあさあ、次から渡来。で、大戸ちゃんはね、まあ、イベントは、後の方で起こってほしいんですけど、もう今回は評価上げていこうかなと思ってます。ちょっとね、裏で何回か回してたんですけども、とりあえず1回目ね、裏で何回か回してたんですけど、応答ね、ちょっと走らないことが多すぎて、最後の最後で。なので、もう今回は気にせず、上げていこうかなと思います。OK、渡来、いいですね。2回目。うん、いい感じにパスは跳ねてます。パスはしっかりと跳ねてるんでね、この調子でいきたいと思います。あと1回か2回は踏みたいかな。あ、メッシといるならこれ踏もう。はい、練習後イベント。まあ、来ないか。こういうとこなんだよな。USS で見るときはこういうのがめちゃくちゃハマるんで。で、渡来回復。早いね。ちょっと早いですね。はいはい。で、あとは、まあ、メンタルかな。まあ、フィジカルもいってるしね。これ、メンタルいっとこうか。はい、コーチ。あー、コーチもミネ君も来なかった。どっちか来てくれよかったんだけどね。はい、そして、ミネ君行こうかな。テクニック行きましょう。練習イベント。はい、OK。いいですね。オール20。で、メンタル。あ、メンタルもありなんだ。で、コーチ上げたいけど、まあ、とりあえずこれはスピード行きます。はい、練習イベント。はい、OK。いいですね。パスは入れました。で、体力回復。ナイスです。まあ、バスはもう、もうこれでいいかな。3取れたし、もうこれで行くしかないね。はい。まあ、最後のターンはね、コツ振らないといけないので、パスは取れません。なので、ここで、コーチ、あ、いるね。はい、練習イベント。さあ、来い。はい、OK。いいですね。はい。では、頼むぞ。1590。で、限定ルートでやっていきます。セクニ、セクニ。いいコミット来いよ。いいコミット来てください。とりあえずテクニックタックかメンタルタックだとありがたい。テクニックかメンタルだと助かります。で、まあ、こんなもんだろう。ディフェンス、パワーは20でもいいんだけどな。ちょっと怖いんだよな。そしてテクニックタック入りました。OK。4回いきます。まあ、テクニックタックプラス、まあ、2人以上のタックが来てくれると結構でかいですよね。まあ。2100。まあ、ちょっと稼ぎたいから、ちょっと無茶します。ちょっと無茶しましょう。はい、これでいきましょう。いきまーす。さあ、渡来、哲太、どっちから来る？インターンはどっちから来ますかと、哲太くんから来ましたね。はい。で、メンタルいっといてもいいけど、どうすっかな。遊んでもいいんだよね。とりあえず能力振っていこうか、ディフェンスね。はい。まあ。で、メンタルいきます。練習後メンタル。テスタ。じゃあ、渡来。はい、OK です。精神100もらいました。精神100はね、結構ありがたい。助かります。
あ、メンタル単品、単品はいかないで、これコーチありだな。コーチいきましょうか。はい、練習後イベント、 OK、 いいですね。コーチの評価ね、まあセクイチそこまで上げれなかったんで、しっかりと上げていきたいです。で、精神もらえるのはでかいです。ありがとう。で、これはやめさかくんで、根性をもらっていきます。はい、とりあえず振るだけ振ろうか。振るだけ振ります。はい、コーチありだな、コーチありだな。まあでもこれはテクニックタックですね。踏まないといけない。テクニックタック4回いかないといけないので、これはテクニックタックいっておきましょう。はい、メッシも走っていきます。ドリブルキング成功してくれよ。そしてこれは、夜あたり。あ、まああるんでね。いいとして。はい、これはメンタルですか。はい、ミネ君。ミネ君。あー、コーチか、残念。まあそれは仕方ないね。それは仕方ないです。はい、また来コーチ上がってきまーす。はい、OK でーす。これはね、評価的な問題で全然足りないんだな、コーチはな。そうでもいいけど、まあ、とりあえずメンタルいこうか。精神、あー、待てよ。精神稼ぎたい。精神欲しいよな。やっぱ渡来で精神役もらっておきます。もらいに行きましょう。はい、メンタル。あーっと、くれなかった。まあ、メッシが進んでいくのはちょっと早いな。はい、テッツァー。でもって、これ、メンタルでもいいけども、メンタルでもいいけども、さあ、テッツァー。オッケー。いや、渡らないのが良かったか。渡らないのが良かったけど、まあまあ、いい。よしでしょう。まあ、精神も意外と稼げてるからね。意外と稼げてるので、このままいきます。はい、コーチ、コーチとか。はい、練習後イベント。OK。で、ドリブラー。で、メッシ、ドリブルキングくれ。いやー、外したー。ラストパス取らないと、これ厳しいな。ラストパス取って、最後の、ランダム100均とか、おみくじでうまいこといかないといけない。まあ、最後の最後に金とかおみくじで結構普通なんですけどね。そこでもう外れ引いたら終わりなんで。はい、鉄座。オール50。なあ、30でした、残念。オールじゃないか。はい、鉄則に成功してください。あと2個ね、筋力は。防波堤ね、たまにね、失敗しちゃうんですね。しっかりと成功させてほしいです。はい、そしてテクニック踏んでおきましょう。はい、ミネ君、これは便乗精神。いや、便乗技術か、便乗技術もらっておきます。はい、渡来の筋力も進んでいきますね。はい、テクニックタックあと1回、あと1回。もうこれ踏んじゃってもいいけどな。これちょっとメッシしょぼいんだよな。メッシしょぼいので、これは遊んでいこっか。遊んでコーチの評価上げていくのもありだと思う。そうだよね。まあ、とりあえず、テツタか、テツタ行こう。テツタいるわ。テツタはね、まあ、1回は踏んどきたいんですよ。7になります。で、これは渡らいい。はい、OK。で、テクニックタックね。はい、練習後イベント来てもらいましょう。まずはこれで OK だもんね。テクニック OK のボール20くれんのかな。ボール20もらってきまーす。あー、くれない、くれないかー。まあまあいいや。はい、そしてあと、まあ、能力上げれば OK ですね。上げていきましょう。で、コーチ行こっか。遊んでいきます。渡来。はい、OK。いいですね。はい、これで、まあまあ、コーチの評価 1.6 か 1.7 ぐらいにはなったのかな。で、ここで遊んでいった体力もある程度あるしね。はい、いくらいった ?1.7。このセクションで 2.0 までも。それはマストです。で、ディフェンス、スタミナ。スピードタックか。2回が限界かな。3回行きたいとこなんだけどね。勝負するなら3回。勝負するなら3回です。まあこんなもんかな。とりあえず筋力800ぐらい稼ぎたいんですよね。850いく？いけるっしょ。まあ筋力ちょっと稼げてなかったし、まあ、哲也君と峰君いるんでね。ワンチャンいけると思う。はい、じゃあこれでいきたいと思います。スピードタックもう1いきたいな。もう1いこうか。3いこう。勝負します。ここは勝負します。まあメッシが3回来て
くれればいいけどね、メッシしかいないんでね、ちょっと可能性は低くはなってますが、まあ、PSR50 借りてますので、まあまあまあ、ワンチャン来てくれるだろうと思ってます。で、ディフェンス上げてもいいんだよな、スタミナの方が、スタミナは筋力精神もらえるから、最悪ディフェンス上げとけば問題ないかな。ディフェンスの場合、確か筋力20、敏捷50、精神30なんで、ちょっと筋力少ないですよね。筋力オンセクションがね、かなり稼がないもんね。はい。で、どうすか、個人か。はい、OK。練習が出てきましたね。で、ドリブラーもらってきます。で、スピードタックは来ない。スピードタックは来ないなぁ。これ、テクニックでもいいな。はい、筋力精神もらいましょう。はい、OK です。ナイスです。オートちゃん筋力敏捷、はい。で、あーっとスピードタックは来ねえな。スピードタックは来てくれない。やばいな。そろそろ1回目来てくれないと間に合わないぞ。で、オートちゃんが2回目かな、これ筋力イベント。2回目ですね。残り1回できれば他のもの怒ってくれたり助かるんだけどな。さっき他のもの行こうぜ。はい、渡れ、 OK。で、スピードタック。OKOK。スピードタック。とりあえずこれはメッシュでいきます。まあ、しっかりとスピードタックは振っていかないとまずいです。で、スタミナもちょっと上げとこうかな。まあ、スタミナ上げて筋力100もらってくるのがいいかって思って。はい。で、スピード来ない。テクニック行きて、テクニック行きたいけど、これちょっとしょぼいな、タック的にね。メンタル行きまーす。で、ミネク。攻撃、いいですね、筋力。で、これで精神もらいつつ、体力の回復 OK です。で、体力回復全開です。で、スピード来ない。タイプがちょっと見えてきましたね。タイプがちょっと見えてきた。で、コーチ1回行かないといけないんだよね。で、ディフェンスも行かないといけない。ディフェンスはね、まあ、テッサ君がいるときに行きたいので、はい、とりあえずコーチ時間分しておきます。ここはね、確実に行きましょう。で、スピード、OK! スピード入ってくれた。じゃあ、残り5ターンで1回くれればいいだけだ。間に合うっしょ、これは。メッシなら間に合うはず。おー、来たー、ナイス。これはもう行っちゃいます。コツ、ありがとう。あ、一気にできたね。メッシ、ありがとう。で、体力回復、OK! 30くらい回復するね。はい、そしてあとは筋力だね。もうずっと筋力を稼がないといけない。で、ディフェンスにね、哲也くんが来てくれてると助かります。ディフェンスに哲也くんが来ない。はい。まあ、いるか。じゃあ、ディフェンスもか。はい。ミネくん、筋力100。OK です。いいですね。で、両機器終了。まあ、これは失敗ですね。失敗でも筋力40もらえますので大丈夫です。はい、そして、メンタル。まあ、フィジカル行きたいな。これ回復しよう。回復しよう。まあ、ドリンクはね、まだ結構余ってる方だと思いますので、これフィジカル行ってきます。で、筋力100。OK! ケツサ君まで筋力がくれました。そして、オートちゃん、これじゃなかったんだけどな。まあ、多少ね、筋力もらえるんで、まあ、よしとしましょうか。で、テツサ君、ここで筋力ビジョン75欲しいです。成功しね。はい、OK! いいですね。72か。はい。で、筋力はもういけそうだけど、まあ、とりあえず稼ぐためにね、行かないといけないですね。はい、ではテクニック。で、筋力100。はい、ミネ君ナイス。オッケー。これでも筋力は OK だ。あとは、総計減点を稼いでいかないといけない。じゃあもうこれ、テツタの遊ぶでいいかな。テツタの遊ぶでいいかなと思います。はい、OK。コミットはクリアですね。はい、サクッとピンチャン、行きましょう。まあ、とりあえず、能力はある程度減ってね。実績もまあ、ぼちぼち稼げてるはず。まあ、これが終了すると4万7000ぐらいはいけてるはずなので、まあ、最終ライン7万弱。7万弱目指せればいいかな。そのためにはここでもね、ちょっと稼ぐために査定上げておきます。査定でまた変わってきますので、査定を上げておきましょう。はい。まあ、これでいいかな。はい、行きましょう。行きますね。はい、OK です。無失点に抑えました。なので満点もらいました。はい、オール58で経験点。まあ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 、おっとおっと、まあどうせ体力回復にしか使わないんで大丈夫です。多分ドリンクはそしたら余ってくるかもしれません。すいませんね。
はい、24,908 ということで、2万7000ぐらいかな。あー、メンタルタック、メンタルタック3回行こう、3回。オートとミリ君なら3回来てくれると思うんでね。うん。コーチ1回、なんとなく振りそうな感じがするんで。まあ、メンタルタック踏みつつ、まあ、コーチ来るっていう可能性もありますので、ちょっと踏むのかな。まあ、練習のイベントまではさすがにきついかもしれないけどね。とりあえず、もっといける感じはするけどね、ちょっと抑えめ。ここはね、やっぱ、ターン数が少ないんで、ちょっと抑えめにしておきます。まあ、こんなもんかな。はい。スプリントも行きたいけどな。まあ、これで行きましょうか。はい、行きまーす。はい、これはスポーツの、生活スポーツの方がいいかな。はい。では、あ、メンタル来ましたね。じゃあ、まあ、お、コーチもいる。終わった、コーチだった。はい、コーチ何来る？で、ヘディングでいいかな。空中戦も2つもらってるからね。はい、オートちゃんのイベント終了。まあ、これが本当はね、選択イベント、これ終わってからの方がありがたかったですね。はい。メンタル、あ、メンタル終わったやん。メンタルあと1回だ。これ踏んで、あと1回。しかもコーチも2回来た。はい。で、ミネ君来た。オッケー、ナイス。そしてもう、テクニック90、テクニック90、成功でしょ、ラストパス。マジか、テクニック上げたのに、栗林失敗されちゃいました。あー、どうしよう、やめようかな。厳しいな。ちょっと厳しいけど、まあ、ちょっと最後まで続けたいと思います。とりあえずこんなに行きたいかな。はい、OK ですね。うん、あとちょい、いけるいける、これなら間に合う。遊んでもいいな。遊ぶか。はい、ミネと大人のファッション講座。はい、これは回復もらいます。もうパワーアップはいいです、やりません。今イベントを走ってないなんていないよな。後イベ全員走った、前イベ全員走った。オッケー。イベントを走ったら金徳2個見せてるんですよ。まあ、これでもね、ワンチャンエアマスターとかバン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 いい金徳ばっか最後に来てくれればワンチャンいけるはず。いい金徳が大量に来て、まあ、経験ってね、結構出てもいけるはずなんで。ちょっと最後まで走りたいと思います。はい、テクニックでいいよな。また行ってきまーす。おっと、練習画面どこもない。残念。で、これは一番上だと体力回復。体力回復は今いらない。はい。あれ、メンタル来てなかったっけ。まあ、いっか。はい、ディフェンスいきまーす。はい、何くれる？はい、カウンター。で、筋力、精神と。で、テクニック一人なんだよなー。あー、これ、遊ぶか。遊ぼうか。はい、哲也くん。っていいよな。はい。まあ、ミネくんより、経験点はね、オール中でかいんで41分。ありがたいです。はい、そしてスピードタック。メンタルタックは来ないけど大丈夫？あ、触れんだよな。一応触れる経験点を確保してる。では、俺ディフェンスかな。うん。まあ、ミネ君と、ディフェンスって言ってきます。練習後イベント来ない。来ない、来ない、来ないか。来ないのであれば。まあ、技術、まあ、いけるっしょ。はい、まあ、ここで、振っときますね。とりあえず、振っときます。コミットはクリアしたいんでね。とりあえず振っときます。でもちょっと待てよ、これ振っちゃうと、まあいいのか。ミネ君何もらえるんだろう。まあ技術余ってるか。技術100ください。技術100。はい、ミネ君行きましょう。
あー、もらえない、残念。ではサクッとピッチャーいきますね。ハイスピード、まあでもいいスピードいいぐらいのはいい気がするんだよな。うん、査定的に多分実績はかなり稼げてるはずなんで、まあ、これでも多分マックスにはなってくるはずなんですよ。はい、まあとりあえずこれでいきましょうか。はい、いきたいと思います。はい、終わりました。 4-0 ですね。もうこれは完璧です。で、経験点ももらえます。満点です。はい、全国大会出場で、残り2ターンぐらいでどれだけ上げれるか、まあもういらないと思ってね。はい、2万超えました。じゃあ6万9000とかかな。6万9000とかかな。はい、インターン終了。68,329か。じゃあまあ最後のやつ含めてまあいけるかな。お、結構強くないこれ。結構強えぞ。チームプレイ、キキサッチ、カウンター。カウンターのコツもらってたよな。チームプレイは頑張ってもいいので精神足らないから、じゃあとりあえずこれでいこう。はい、ではオフェンスいきまーす。で、コーチまだ一応くれるんですね。はい、ワトちゃんチームプレイ。で、トラップいっとこう。あら、で、持ってここは遊んでいく。テツタと遊んでいきます。ミリ君とでもいいんだけどね、まあ、とりあえずテツタかな。コツが来ても困るもの、振っといた方がいいと思います。まあこんなもんなのかな。はい、これでいきまーす。おっぱい服、あーでも多分ドリンク余ってるからいらないんだよな。はい、ボーナストレーニング69,000ありますね。さあいくら、さあいくら、何がいくら、何、マジでいいの来たらワンチャンある。フィジカルモンスターとか鉄人とか、シルキーパス、 PK 職人、芝刈り機、スピードスター、ラスパス。終わったー。シルキーパスとか PK 職人はきついな。正直金徳2個も失敗してるんでね、もうこれは多分取り戻せません。ささっと最後まで流そうか。とりあえず完成はさせておきます。で、まあ金徳とか特能のコツもらってるものは取っておきましょう。はい、まあこんな感じかな。まあインテリジェンスはいいっしょ。はい、ではスピード、違う、これ渡来踏むか。渡来でサッカーの欲しいよな。うん、渡来でサッカーの欲しい。メッシでもいいんだけどね。メッシでもいいんだけども、まあサッカーのって感じですね。はい、渡来いきます。はい、 OK です。はい、サッカーの入りました。 OK です。ありがとうございます。で、これメンタル、いや、まあドリンクあるからどうだっていいんだけどね。まあ一番いいのは多分精神筋肉です。はい、そしてメンタル、これはさすがにメッシとこっか。コツもくれるしね。はい、スプリント OK で、サクッとビッチャンいきますね。とで、ドリンク余ってっからもう忘れる前に使っとこう。まあこんな感じかな。特能はもうほぼほぼ取りに切ってる感じがする。いい感じ。はい、終わりました。2対1。まあ、1点入れられてしまったんですけど、ワンアシスト決めたはずなので、まあ、261。もう、満点近いのかな？しっかり前半、後半よりかは高いと思います。はい、そして、さすがにこれ、テク練習なのに、技術ね、こっちの方が多いので、まあ、オフェンスでいいかなと。これは、オフェンスでいいかな。はい。で、ポイントでした。は
はい、ではサクッとベンチャーいきましょう。で、能力ね、最後、まあ、経験点ぼちぼち出てるのでね、惜しいことしてしまったな。ドリブルキング、ラストパス、テクニック上げてたんですけどね、ちょっとダメでした。まあ、それで、まあ、最後の結局おみくじ失敗してしまったんで、まあ失敗しただけにはね、それでも大丈夫です。で、何振ろう、この辺もやってもいいんだけどな。やっぱ敏捷はちょっと足らなかったか、もっと足りなかったか。はい、まあ、こんなもんでいきたいと思います。はい、終わりました。 1-0 なので経験点は満点ですね。 OK です。さあ、経験点13,500?4,000 は多分乗ってないはず。4,000は乗ってない。さあ、どれぐらいいった。はい、13,636。まあぼちぼち振れ、取れますね。では振っていきたいと思います。はい、振ってまいりました。特能結構取れますね。あと数個しか残ってませんでした。はい、さあ、どれがいった。まあ、金徳ちょっとね、おみくじ悪かったけど、はい、 US7 ということで、まあまあまあ USS はちょっと届きませんでしたね。まあと USS 行くためには経験点もハマリーの、まあ、金徳成功 C ので最後の金徳もね、いい感じに来ないとダメなので、まあ次また挑んでいきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビタでした。さよなら。